南シナ海におけるナトゥナ諸島の位置ナトゥナ諸島は南シナ海にあるインドネシア領の諸島である。157個の島からなりカリマンタン島の北西に位置する。リアウ諸島州に属し最大の島は北部にあるオオナトゥナ島。南部は南ナトゥナ諸島とも呼ばれる。講義ではアナンバス諸島やタンベラン諸島も含む場合がある。人口は約6万9千人。 天然ガスが産出するほか、漁業、農業が中心であり、観光業はまだ発展していない。インドネシアの排他的経済水域末端にある東、ナトナガス電は世界最大級の埋蔵量を持つ。ナトナ近海でインドネシアが設定している EEZ は中国が管轄圏を主張する球団線と一部重複しており、軽層海域となっている。2010年と2013年に、 ナトゥナ諸島近海で中国漁船がインドネシアに打捕されたため中国は武装艦を派遣して漁船を奪還したインドネシア側は領有権問題は存在しないとしつつも空軍施設の強化を計画するなど警戒を強めている2015年9月に同諸島を視察したラミザルド国防省は新たに海軍の艦船3隻と特殊部隊 さらに空軍の戦闘機4機を新たに配備する計画を表明した。これらにより、ナトゥナ諸島の中流兵力は約4000人に倍増する。2016年8月には、レーダーを備えた違法漁業の監視施設をラナイの軍基地に併設した。2017年時点では、海マイナス16戦闘機5機とフリゲート3から5隻を配備したと報道され、 滑走路の延長工事などを進めている。地対空ミサイルや潜水艦の配備も進められているほか、漁業や水産業の育成にも力を入れている。飛行場、潜水艦を含む艦艇補給施設、特殊部隊の駐留施設を含む陸海空軍合同基地は2018年12月に開所式が取り行われた。インドネシア政府内には周辺を夏中井に 故障変更すべきだという意見が浮上。2017年7月14日、諸島の北部海域を北ナトゥナ海に解消して地図に記載したと発表した。日本政府も2017年1月、中国の海洋進出を牽制するため、安倍晋三首相がインドネシアを訪問して、ナトゥナ開発への支援を表明した。インドネシアは中国を国際司法裁判所に提訴することも検討している。 中国は政府レベルでは、ナトゥナ諸島の主権はインドネシアに属しており、中国が意義を示したことはないとしつつ、メディアがナトゥナ諸島は、壮大から新代にかけて、中国か中国系王国の支配下にあったと報じている。2019年12月、中国の漁船団が中国海警局の警備艇を伴って、ナトゥナ諸島近海で創業。 インドネシア側は大使を召喚して強く抗議したが、中国側はナトゥナ諸島周辺海域に歴史的権利を有しており、合法的かつ合理的な創業であると反論した。インドネシアは2020年1月8日までに軍艦8隻と戦闘機4機を諸島周辺に配備し、紹介に当たらせている。ありがとうございます。